ポーランドソビエトリガ平和条約は、1921年3月18日、リガにおいて、一方、ポーランド共和国とし、他方を、ロシアソビエト連邦社会主義共和国と、ウクライナソビエト社会主義共和国として結ばれた、講和条約である。この条約により、ポーランドソビエト戦争は終結した、リガ平和条約とも言われる。ロシア内戦が生じている際、 ポーランド国民は歴史的に敵対していたロシアからポーランドリトアニア共和国の領土すべてを奪回したいと考えていた。当時ソビエトは自国の革命を必要なら武力を使用してでも西ヨーロッパに輸出しようとしていた。仮にボルシェビキがポーランドを占拠した場合彼らはドイツの共産主義者の助けを借りてドイツでのソビエト革命の成功を確実にすると 考えられていた。歴史家のジェイ c イシーフラーは、最も重要な戦いの一つとして、ワルシャワの戦いを記載している。この戦闘により、ポーランドは敵を打ちまかし大勝利を収め、ソビエトは平和条約のための交渉を始めた。条約の会談は1920年8月17日に開始された。ポーランドの反撃が迫るミンスクで、そして9月21日、 リガに移動して再開された。リガでソビエトは2つの提案を9月21日、28日に行った。ポーランドの代表は10月2日に逆提案を行った。5日にソビエトはポーランドの提案の修正版を提案し、ポーランドはそれを受け入れ、10月12日に停戦が調印された。そして10月18日に効力を発した。主な交渉は、 ポーランドのヤンドンプスキとソビエトのアドリフヨフフェによって行われた。この条約はその当初から議論を呼んでいた。ポーランドボリシェビキ戦争の間にポーランドが獲得したもののほとんどが禁止的で偏狂な人が平和の交渉と呼ぶものにより失われたと多数の人が主張した。彼らはポーランドの独立性をもたらしたものが欠けていた。それはユゼフ・ピウスツキによる 将来の予言と戦士の心と体を持った完全性の理解の組み合わせである。リガの条約の交渉中1921年までは、ピウス付きは国家元首としてではなく、オブザーバーとして参加していた。その条約の交渉は卑怯な行動と彼は述べていた。軍の敗北により、ボリシェビキはポーランドに和平の代表団に論争となっている。 国境線の地域における領土の情報を提案した。しかし、ポーランド側で見ていた多数の傍観者は、ポーランドが勝利せず敗北したかのように、リーガの交渉が行われていると考えていた。実際、政務の6人から構成されている特別議会の代表は、ソビエトの大きな情報を受け入れるかの投票を行った。その情報は、ミンスクを 国境のポーランド側に残すというものであった。国家主義者、スタニスワフ・グラップスキの圧力により、100km の追加の領土は否決された。国家主義者は、その国境内に1 3の少数民族しか存在しない、統一ポーランド州とポーランド人の移民の試みの成功による特権を想像していた。そのため、この秘訣は、国家主義戦略の勝利であり、 ピウス付きの連邦制を完全に打破したことによる勝利であった。しかし、大衆の意見は戦争の終結を要求しており、ポーランド人は両陣営とも国際連盟からの圧力を受けていた。一方、平和条約の交渉はソビエトが上院に躊躇したことにより数ヶ月延期された。しかし、ソビエトは国内の不安定な状態に直面した。 2月23日から3月17日まで、クロンシュタットの水平の反乱に直面した。これは衝撃を与えた。農民がソビエトの権力に対して放棄したのだった。農民は軍隊を食べさせるための穀物を所有しており、消費者のいる地域を望んでいた。このような状況から、レーニンは平和条約の締結のため、ソビエトの全権を委任した。 ポーランドとソビエトによるベラルーシ分割を批判するプロパガンダポスター。結局、両陣営とも1921年3月18日にリガ平和条約の調印を決定した。その条約では、ポーランドとロシアの間でベラルーシとウクライナで紛争中の領土を分割した。シモン・ペトリューラに率いられたウクライナは、ポーランドと協力して戦っていた。しかし、リガ条約では、 ポーランドは彼らを騙した、ポーランドとウクライナ両陣営の危機になるものだった。ピウス付きは、この条約は、恥知らずなもので、禁止的な政治的計算によるものであると感じていた。伝えられるところでは、彼は部屋を出て、リガ会議の結果を待っている、ウクライナ人に話しかけた。皆さん、私は、あなたたちにはびないといけない。条約は、 ウクライナとのポーランドの同盟に反するものであった。その同盟は、それぞれが和平を個別に結ぶことを禁止していた。これは、ポーランドとウクライナの少数派との関係を悪化させた。この、ウクライナの少数派は、ウクライナが同盟国ポーランドに騙され、ソビエトのプロパガンダと1930年代と1940年代における、ボルイーニにおける、ウクライナ人の虐殺の結果によって、 利用されたと感じていた。1921年の終わりまで、ウクライナ人とベラルーシ人と、ロシア白軍の多数の戦力は、ポーランド国境を越え、降伏するか、ソビエト軍により全滅させられた。しかし、ユゼフ・ピュースツキの夢である、独立国による東ヨーロッパ同盟は、この条約により挫折した。なぜなら、ポーランドは、ウクライナとの同盟による責任と、 その独立の支援を満たすことができず、リトアニア人が自分たちの国家の首都であると主張しているビリニュスのポーランドへの併合の結果、ポーランドとリトアニアの関係は同様に悪化したためである。リガ平和条約後のポーランドの国境とポーランド分割前のポーランドリトアニア連合の国境例人も平和条約は不十分であると考えていた。彼は、 革命を西へ拡大させるという構想を一時的に諦めることにした。条約の2ページ目、ポーランド5番一方、リガ平和条約は、ポーランドの東部国境を安定させた。新しいポーランドの州は、ポーランドリトアニア連合が第一次、第二次ポーランド分割で、ロシアに奪われたほとんどの土地であった。そこには、特に、スルーツク都ジトーミルの近辺には、 ポーランドの少数民族が住んでいた。これはソビエトにこれらのポーランド人に対する報復を引き起こした。これは莫大な資産の没収、宗教的迫害、そして1931年から1934年にカザフスタミへのポーランド人のべての人員の強制移住を引き起こした。リガ条約の国境におけるポーランド側に住んでいる。 ポーランド人を含む人々とウクライナ人とベラルーシ人、リトアニア人、ユダヤ人等の少数民族は1938年までの17年間共産主義者の独裁者から解放され、悲惨の自由や宗教の自由が許された。しかし、これは民族差別から特に1929年からの世界恐慌において彼らを保護することではなかった。ポーランドは ポーランド分割機関の訂正ロシアへの経済投資に対する賠償金として3000万ルーブルを受け取った。ロシアは1772年に略奪したザルスキー図書館のような絵画や他のポーランドの国有財産を返還した。両陣営は戦争自体の賠償請求を放棄することを宣言した。ABCD ポーランド再生、カンサス大学教授による 講義ノートアンナ・エム・シャンスやら、2004年。最終講師2006年6月2日、ジェフ・イーリー、ホージング・デモクラシー、ザ・ヒストリー・オブ・ザ・レフト・イン・ヨーロッパ、1850の、2000、US、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、ISBN=0195044797、ハット・ノーマン・デイビーズ、ホワイト・イーグル、レッド・スター、ザ・ポーリッシュ、ソビエト王。ウォー 1919-20, ピムリコピアニッシモ 399, ISBN 0-7126-06947、6, 47, http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、i and, ID, イコール utf8 &、ビド、イコール ISBN 0-2310-53525 &、ID イコールドマプックスドクイック&、ピコグラムイコール PA 399 &、 LPG イコール PA 399 DQ イコールリガアンアクトーブカオーアディスシグイコール I3 ベネクサックスマルチェブットバイクスコードック QE1 G 実際ピウスツきはウクライナ人の役人に完全に異なった状況で謝罪しているジェルジアセルディコウスキージャワズプルチェプレイズザムバングチリーポルスカエーウクライナインに ワプルトロジースニーダリー。ダッチアッチパスプルイチッチ、ワルソー、ワイドイトアーのコピー WN、ピアニッシモ、335、ISBN8301134038、ヤンヤツェクブルースキー、ソジャスズニックペトラーラ。ワプロスト1029、イシュン0209から1747、http コロンスラッシュスラッシュ www.wpros。 t.pl スラッシュあるスラッシュ。O イコール1万3734アンド C イコール57 2006年9月28日閲覧ありがとうございます。